そう言うたらまだ言うてへんかったな。俺の名前は服部平次、工藤と同じ高校生探偵や。工藤がここに？たまに電話だけかけてくるのよ。悪い？やっぱりあんたが工藤の女っちゅう噂はほんまやったよな。女？誰がそんなこと？あんたの友達の鈴木っちゅう女。なあ、そう言うたらまだ言うてへんかったな。俺の名前は服部平次、工藤と同じ高校生探偵や。おお坊主、風やったらな。これが X に持ってるぞ。あえてちょっと何飲ませたのよ。ハイカルっちゅう中国酒や。なんか服部くんってなんか新一みたい。そうか、わかった。一室のトリックが。わし、いや、そいつは違うな。何？工藤新一。心配してたんだから。まあやろ、泣いてんじゃねえよ。何よ。嘘。この人言ってたよ。電話で元気かって聞かないのはおかしいって。近くにいたんでしょ。きっと近くにいて心配する私を見て笑ってたんだわ。おいら、どうしてそんなことするのよ。でも俺は探偵だぞ。何のことぐらい声聞けば。今回は何から何まで俺の負けや。だってよ、真実はいつもた一つしかねえんだからな。まだ戻らないでくれ。せめて何、一、俺の本当の口で、本当の声で、せめてもう一言。何、一、大丈夫？新一見なかった。新一兄ちゃんならさっき着替えて玄関から出てったよ。にゃろ、全部乗り出せば完全に元の体に。ほら、何飲んでんの横なんて。バリ、お酒なんか飲んで。あったー。ダメでしょ、子供がお酒なんか飲んじゃ。俺は高校2年生。